はい、どうもシークレットベースのマサです。今日はドイツ製のローデンバーグアンプリフィケーションというメーカーの LDP を紹介していこうと思います。はい、こちらの LDP なんですけども、こちらは元々の、GAS728B っていうこのローデンバーグアンプリフィケーションの、ブースターとオーバードライブが、2つが1つになったものの後継機種になってます。基本的に中身は変わらないですね。でこちらの LDP なんですけど、さっきの 728B これですね、これと同じく、クリーンブースターの、右側のパートと左側のオーバードライブのパートの2つのエフェクターが1つになっています。で個人的にお気に入りなのがこのクリーンブースターで、このトーンの効きがすごい良くて、甘い音がスイートな音がこのトーンを落とすことによって簡単に作れたり、このトーンを上げることによってスラップだったり、ちょっとアタックが欲しい音を作るときに、便利なトーンのノブになってます。で、またここにディープスイッチっていうのがついていて、オフの状態が下なんですけど、そこで、若干低音が削れてるかなっていうぐらいの音で、このディープスイッチをオンにすると、低音が若干加わったような音になってます。違いはすごく小さいんですけど、結構いい働きをしています。で、こっち右側ですね、こっちは、このゲインのトグルスイッチと、ディープボタン、ディープスイッチですね。それとドライブのノブ、トーンのノブ、レベルのノブになってます。でこちらも、結局ノブは3つなのでオーバードライブのペダルとしては少ない方かなと思っています。で設定もすごく簡単にできて、その場でその環境に合う歪みっていうのがすぐ作れるようなエフェクターになってます。ちょっと細かいところ、私の個人的な使い方なんですけども、こっちのクリーンブーストに関してはずっとオンのままで使っています。で若干トーンを上げ気味にして、レベルはそのボードの位置に合うようなレベル設定にしてますね。でディープスイッチはずっとオンにしていて、この 20dB の、ゲインのオンオフに関してはオフにしてますね。使いどころが特に自分の中ではないので、レベル、このゲインに関しては、オフにしています。オフ、ゼロ、オフにしてます。でトーンに関しては、若干上げ気味で、たまに下げ気味で使うときは1曲だけ、広域がいらないなっていう、曲がある場合、スラップ全くないなって曲がある場合は、トーンを下げて使ってます。でトーンで、このトーンに関しては、スラップをするときとかは、これをずっとオフのままにしといて、スラップのときだけこれをオンっていう使い方もありかなと思ってます。でオーバードライブに関してはこっち、スイッチを押すと若干ミドル寄りの音になるかなと思ってます。でトーンでなんとかできるんですけども、ミドル寄りの音が好きな人はそのまま使ってもらって構わないんですけど、トーンで若干音を調整して、で私的には、このクリーンブースターをのトーンも掛け合わせて音作りをすると非常にいいかなと、そういう使い方をしています。でこちらも、ディープはオンにしていて、こっちブーストのこのゲインのブーストに関しては、ずっとオフですね。あんまり、歪みすぎた音っていうのは、個人的に使わないので、オフにしてます。でドライブもこの9時から12時ぐらいの間で調整して使うようにはしています。全体的なところを説明していくと、このペダルは 9V から 18V で動くようになってます。であとは非常にノイズも特に乗ることはなく、環境にもよるんですけど乗ることはなく、綺麗な音で出力されます。もちろんこのドライブの方でゲインをかなり上げてしまったりとかすると、若干ノイズは気になるかなっていうのはあるんですけど、このペダルからのノイズっていうのは特に聞いたことはないですね。で最後に注意点、個人的に使っていて気づいた点なんですけども、こちらちょっとアクティブベース、ハムが例えばハムリアフロントがハムでついている、アクティブのベースだとミドルをブーストしたり、ベースをブーストしたりすると、若干ちょっと歪んでしまうかなと、ちょっとまあそこはちょっと少し残念な点ではあるんですけど、そこはまあ調整してもらえれば、この前に何かペダルを置いてボリュームを下げるだとか、そういうことをすれば特に気にならないものだと思っています。いかがだったでしょうか。今回はローデンバーグアンプリフィケーションの LDP を紹介していきました。こちら個人的に非常におすすめなペダルで、特にクリーンブースターが一押しなので、特にねこのクリーンブースターのトーンですね、ここが一押しなので楽器屋さんで見つけた際にはぜひ試奏してみてください。で今この LDP の話をしてたんですけど、そろそろデラックスっていうのが多分日本の方でも出るようです。そこでは、このゲインのブースター、この歪みの方ですね、ここのゲインのブーストのスイッチがついてるんですけど、ここがなくなって、その分、ゲインの高い、よく歪むドライブっていうのがさらに横につくような仕様になるみたいですね。まあ、サイトを調べてみると、すぐ見つかると思うので、そっちを買うっていうのもありかなと思っています。今回、この動画を見ていいなと思った方は、向かって左側の LIKE ボタンと、サブスクライブボタン、右側ですね、のサブスクライブボタンを、押していってください。私のチャンネルには他にも、ノブルプリアンプや WR アンプリファイングさんのゴリアス、あとはカシュレーダー FX の、トークンベース、オーバードライブですね、そちらの動画もあります。ぜひ見ていってください。これからも、どんどん動画を増やしていくので、ぜひ応援お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。